はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ちょっと最近私がハマっているラジコンのパーツ、こちらのホイールについてやっていきたいと考えています。このラジコンはですね、イグレス2013ベースのアバンテ2001なんですけど、このホイール、これタミヤのライトウェイトホイールと同じデザインなんですけど、色が違いますよね。タミヤのライトウェイトホイールは、まあ、白と黒が純正ではあるんですけど、あとピンクもありますかね。メタリックレッドというか、ピンクもあるんですけど、あとあれか、グレーもあるか。4色ぐらいが存在するんですが、これはちょっとカラフルですよね。そうなんですね。こちらのホイールは、ライトウェイトホイールに似た形をしてるんですけど、タミヤの純正ではなくて、社外品になります。このライトウェイトホイールのこのデザインなんですけど、このみかんを輪切りにしたようなデザインなんですけど、これ興味ない人は全然興味ないと思うんですけど、私はですね、子供の頃に、すごく憧れのデザインなんですよね。まあ、アバンテが憧れのマシンだからっていうのはそうなんですけど、それよりもアバンテジュニアですよね。ミニ四駆のもうめちゃくちゃ売れて、なかなかおもちゃ屋に並んでも買えなかったアバンテジュニアにこのライトウェイトホイールがついてたんですよ。どっちかというとそっちで知りましたね。それによってですね、私にとってはアバンテイコールカムロックホイールではなくて、アバンテイコールライトウェイトホイールと、で、あのデザインっていうイメージがすごくあったので、もうこのホイールはね、もうめちゃくちゃ憧れのホイールだったんですよ。なので今でもやっぱラジコンにつけるとちょっと気分が、テンションが上がりますね。こちらがタミヤの純正のライトウェイトホイール。このホイールってもともとはアバンテのオプションパーツだったんですよね。アバンテのカムロックホイールがまあ重たいからなのかよくわかんないですけど、それのオプションとして軽量ホイールとしてのライトウェイトホイールが発売されていました。その後、廉価版のバンキッシュには標準装備でこの白いライトウェイトホイールが装着されまして、その後のイグレスには黒いライトウェイトホイール、あとアスチュートもそうですね、アスチュートにも黒いライトウェイトホイールが装着されてました。あと純正品としてはこのピンク色、アバンテブラックスペシャル用のピンクと、あとイグレスのブラックエディション用のグレーがあるんですかね。今新しく追加されたんだと思うんですが、当時物としてはこの2色だけだったんですよね。ちょっと一旦この当時物の2個は片付けます。よいしょ。はい、そしてこちらのカラフルなライトウェイトホイールになるんですけど、これですね、私偶然まあ、ネットでですね、海外のネットを調べてたら、ラジコンで調べてたら、なんか、ライトウェイトホイールのカラフルなのをつけてる車体を見つけて、それって何なのかなと思っていろいろ調べたら、これですね、イギリスの会社らしいんだけど、JC レーシングっていうところの商品なんですよ。こちらですね。JC レーシング。正確には、JC レーシングプロダクツというところの商品なんですね。もし興味のある方いらっしゃったら、ちょっとホームページをですね、JC レーシングプロダクツってやると出てきますので、調べていただけたらと思います。で、色もかなりいろんなのがあって、白と黒もあるし、あとメッキとかもあるみたいですね。あとピンク色で、これ一番の違いが、私ね、買ってみて気づいたんですけど、私単純に当時物の、このスパイクタイヤを履かせたくて、色だけ変えたくて購入したら、なんとですね、サイズが違くて、今流行りの 2.2 インチってやつだったんですよね。なのでそれに合わせてタイヤも買いました。要は最新型のタイヤが多分取り付けられるんだと思います。あと私はイグレスとアバンテぐらいしか 4WD の車体しか持ってないんですけど、 2WD 用のフロントホイールも 2.2 インチの設定があるみたいです。これはね、私車体を持ってないんで購入したことないんですけどね。ちなみに今ここに3台並べてるんですけど、この3台をここに置いたのはちょっと理由がありまして、まずこの奥の1台、これは当時物のイグレスベースのアバンテなんですけど、まあアバンテといえばオレンジ色のホイールですよね。なのでちょっとライトウェイトホイールなんだけど、オレンジ色でつけてみました。これももちろん JC レーシングですね。そしてこの手前の1台、アバンテ2001ブラックスペシャル
クイナアバンテ2001なんですけど、あのミニ四駆のアバンテ2001ブラックスペシャルっていうのはミニ四駆専用車種でタミヤから出てまして、これホイールが蛍光イエローなんですよね。なのでそれをちょっと表現してみました。まあまあかっこよくできてるんじゃないかなと思います。どうですかね。そして最後この1台が、これもまたミニ四駆発祥のイーグレスブラックエディションじゃないや、イーグレスのブラックスペシャルか。それはライトウェイトホイールの蛍光グリーンのホイールがついてるので、まあそれをちょっとラジコンで表現したくて、まあデカールとか全然違うんですけど、なのでちょっとこちらのですね、グリーンでやってみました。ちょっとこの3台を飾ってます。あと JC レーシングについて詳しく全部見てるわけじゃないんですけど、なんかヴィンテージの強小のオプティマとか、そういうラジコン用のパーツも出てるみたいなので、もし興味のある方は調べてみてください。はい、今回の動画は以上になります。ラジコンのパーツやバイクのパーツをですね、今後も紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。